ナリオを最初に作り始めたのがもう一番最初に原作をこの原作別の会社でねやらないかって最初もらったんですよ。大手の配給会社がもうちょっとこうなんていうのこの原作をもとに明快なこうラブストーリーを作るっていう趣旨でね、でそれを脚本家と一緒に作ろうと開発しようとしたんだけど、なんか明快なラブストーリーにしない方がこれ観客に委ねる映画の方がいいよって言って、まあ結局それは頓挫しちゃったんですよ。その時点でそれ10年ぐらい前です。2000だから世界の中心愛を叫ぶの直後ぐらいの企画だったんですよね。同じチームでやろうって言ってラブストーリーをやろうって言って、でそこで一回その企画はなくなったんだけど、ことあるごとにずっとなんかこうなんでこれが着地しなかったのかについてずっと考えていて、でプロット的には分かりやすいし、まあある種双子の姉妹の片方しかいなくなった時にその一人のアイデン一人が要するに疑惑が生まれる、どっちなのか姉なのか、もしかしたら成りすまして妹なのに成りすましたら姉かもしれないっていう疑惑が生まれた時に、その女が何者なのかっていう、あのそのアイデンティティをね、こう奪われてしまうというか他者に、で常にあの僕自身がそのアイデンティティというか自我みたいなものをは他人が作ってるもんだと思ってるんですよね。みんなはなんか自分でなんか自分のこう自我みたいなのを作り上げてるみたいな思ってるかもしれない。他人がほぼ作ってるんだと思うんですよ。他者が認めたり、他者がその人がどうだとかどうであるかっていうことを言うことを他者が言うことによって自分がどういう人間であるかってことをちょっと感じたり作り上げたりするっていうのは、なんかそういうのをじゃあ映画にできるかってなかなか映画にはしにくいだけど、この小説の中にはそういうことが描かれてるなと、その可能性が描かれてるなと思って、そう思った時にあなんかそれをこう映画化するそういう常に僕が常にこう感じていたそのアイデンティティのがどうやって作られるかっていうことが映画化されるいい機会だなと思ったんですよね。それでこの小説は面白いんじゃないかなと。だから原作の設定から随分変わってるし、もうそこに絞られてるっていうか、あの展開は一緒なんですけど設定とかもなんかこう背景みたいなものもだいぶ変わって作れるなというふうに思って、どんどん、まあ、原作者はその理解を示してくれたんでね、はい、お任せしますということだったんで、あれだけ変えても成り立ったっていうのがあるんですけど、まあ、そんな余裕もなくて実は日本だったら日本のなりの最初シナリオを書いてて面白さがあったと思うんですよね。むしろヒットしてるっていうか上海の方が異国情緒ってやつですね、そういうものがミステリアスに見えるのは日本人からすると当たり前で、本当はそれを日本でそれを作り上げなきゃいけないっていう状況がね あるんだけど、本田さんの作品はむしろ海外とかに持っていくと、まあ、ちょうどいいというかヒットするというか、だからもっと意外なところでやるべきだったりとか、まあ、日本ってのは意外なところって成立させるという意味ではね、非現実的な匂いがすごくするんですよ。だからでもまあ日本人のね、尾上さんとか見るとそれが意外と助長させられててすごくいい感じになってことかもしれないけど、僕からするとそれはきっとしてるので、それを違和感を持たすためにはどうすればいいのかなと思ってるんですよね、常にね。で結局なんていうの、
変な話その映画ってみんながそうそうそうって思うものを作っちゃいけないと思ってるってことなんですよ。そっから逃れないといけないっていうか、日本で作ると言った時の人たちがこう興味を示さない。だったら海外行こう。もう海外撮ればいいじゃんっていう発想になっていったのが確かなんですよね。じゃ海外だったらあるかなって言って、で、出資を求めて、やるっていうチームがいたから、じゃ一緒にやろうって。まあ大変なんだけど、それをやるっていう。ただ、やってもない人間に、は大変さがわからないし、その大変さをくぐり抜けた時に一個の映画が確実にできた。しかも今の日本映画の主流から全く外れてるもん。そこはもういくつもこうあるんですよね、意味がね、やる意味が。それをでもこのご時世っていうかね、にこの映画を成立させるっていうのはこう相当大変なことではあるけど、やった意味はあるんじゃないかと自分は思ってるんですよね。分かります、伝わるかな。でも海外に行くことはもっとそんな大変なこととして考えないというか、まあ、なんかその方がね、多分ね、一人の一人間として映画を作る人としてまあ正しい方法かなと学んだんですよね。まあ、その前に韓国でカメリアっていうカモメっていうのをんだけど、あの時にやっぱりこうなんだろうな、知ったことっていうか、そこでなんか理解なんかこう得たことっていうのがすごく大きくて、海外にしたことをやるっていうことだ。そういう意味では今度は中国だっていうだけで、日本人のちゃんと情緒を持って中国の地でその自分の映画を作り上げる、それでいいんだっていう、その国のなんか国らしい何かを得て住まないと映画が撮れないとかじゃないと思ったんですよね。テーマ的に言うとね、その国の政治を描いたり歴史を描いたりする場合はその国に何でも住まないときっとわからないと思うんですよ。でもこの映画はそうじゃないですよね。そのうちハリウッドの人が軽く日本でロケしたいんだよねみたいな、日本食好きだから日本のファッションとか最高でクールじゃんみたいなノリで作った映画がものすごく面白かったりするじゃん。ロストイントランスレーションみたいな見せられるとね、あでもそれと似てるというか、おのずとその背景がそうだったりするとポップカルチャーが多かったらポップカルチャーになるし、異国情緒が強い上海だとまあそういう風に見える映るっていう、でそので日本人の感覚でそれを切り取るから、中国の見た人たちは中国映画なんだけど、明らかに中国語で喋ってるしね、俳優たちも中国人、人気のある人たちが出てるし、なのに日本映画みたいな、だから不思議だってみんな言ってます、うん、不思議な映画なんだよ。それは中国の人にしかわからない、僕らではちょっと理解できないんですけど、あそうなんだって当たり前のこと言ってるようだけど、それは僕は褒め言葉と一応受け止めてるんですよね。それ日本人がちゃんと撮った理由が、あの意味がそこにちゃんと残ってる映画みたいな。名前を伏せてたら不思議な、なんか日本映画みたいな中国映画を撮るやつが出てきたなみたいなことを思うんじゃないですか。だから中国人は撮れないって言ってます。ほとんど撮れないですよね、こんなの見たことがない。いや、このサンドミキシングに関して言うと、ドゥドゥジーさんっていう、ドゥジーっていう素晴らしい巨匠なんですけど、はい、彼はそのウォーカーアイとか最近だとホーシャオシェンとか、もちろんエドワードヤンとか、もう台湾映画ニューウェーブとか、もちろん香港のウォーカーアイもやってるけど、まあ中国圏で素晴らしい成果を上げてる方なんですよね、今まで。で僕はすごく一緒にやりたくて、仕事で撮影現場はもう 音ということで言うと最悪、要するにクラクションも鳴らされるし、で実際昨日もねインタビュー石川県ですね、私上海に住んでたことがあって考えられない、この映画見てて
こんな静かな上海見たことない。私は知ってるから余計思うけど、だからいかにこの音が優れてるか、音がものすごいと思って、この世界観を作り上げるっていうのはどんな苦労があったんですかって聞かれたのね。でもその通りで、苦労があるかって言ったら、撮影、要するに日本人ほどやっぱりマイクさばき現場のもうあんまり上手じゃない。シンクロを撮る、もう諦めてるんですよ、シンクロする、その現場で撮影してる時の音っていうのはある程度もう半分ぐらい諦めてて、ただそれに比べればそこまでアフレコしてないんですよ。あ、そうですか。要するに現場の音をちゃんと活かしてるとこは活かしてるし、 だしアフレコ感が全くないでしょ。ないんですよね。でそれはアフレコもうまいってこともあるんだけど、ただ三浦春馬においてアフレコゼロですから、ね、ってことは撮れてるってことですよね。リュシーシーさんがものすごいウィスパーボイスで、彼女の声っていうのはものすごく取りにくいんですよ。だ自然体であるんだけど、ただあの現場で撮れてる音は限りなく使ってくれてて、あのどうやってそれを声音したのっていう、声音がの技術がすごいのと、だってあれだけうるさかったんだよ上海。でも全然やれてるとこはやれてるし、やっぱり何つっても音のセンスが、サウンドデザインがとにかくすごいです、この映画は。これはとにかく日本の技術者にとにかく見てほしいと。前、リー・ピンリンっていうカメラマンがね、春の雪の時に台湾のカメラマンですけど、まあそれと同じスタッフ、放射線さんのスタッフだから、だけどやっぱり何つっても、その時にやっぱり日本のスタッフは結構やっぱりすごいなと思ったと思うんですよ。中国のカメラマン、同じカメラ使ってフィルターちょっとつけたけど全然センスが違う。あの映画生かされてるところね。で今回音ですよね。この音、この音を聞いてうんと思わない人はいないと僕は思うし、時計店のあり方一つにして多分これができる日本人はどれぐらいいるのかって僕は思います。概念が違うんですね。それはとにかく神がかってますね、やってることが。あの静けさを生み出してるんですよ。静けさのために音があるんです。でそれを意識させる音作り、それって何だろうと。音楽の付け方もそうですけど、臭いこと全くしないですよね。でその音楽も半野義弘さんって言って、もうこれも彼もジャジャンクとかオシャオシェンの音楽をやってる人で、ほとんど日本で音楽活動してないです、うん、あのもちろん自分の作品のアルバムは作ったりするけど、もうパリに在住でヨーロッパで仕事をしていて、で中国映画のサウンドトラック、中国映画を作ってる人で、日本なんで日本人はこのハンドルシールを使わないんだってやっぱ思う。今回僕ら中国だから、やっぱかつて知ってるその空気を知ってる人がいいと思ったんで、ハノさんに12年ぶりに仕事したんだけど、いや、半野さんの音楽も本当によく分かってるっていうか、やっぱ音と静寂があるから音数をどんどん減らしていくとかっていう言葉です。もっとね、この映画見ると淡々としてゆっくりした映像だから、もう熱く音楽で語りたくなるはずですよ。日本だと割とそういう感じですよ。もう分かるじゃない、もう絶対そうだ。日本の音楽家は半野さんはそこしなかったですよね。まあ聴くとかでもサウンドラックがものすごくマッチしてるから、やっぱりちゃんと静寂とか静けさとか、そこにいる人たちの孤独みたいなものがちゃんと浮き彫りになるように音を置いていくっていうか、ここは本当に見どころだと思う。見どころというか聞きどころですよね。この映画のでも一つの特殊なところとか、そういうところにあるんじゃないか。